中川、初球打ち三遊間破ってきました、レフトが前進、二塁ランナーは三塁を回った、ワンボールのバックホーム、タッチはセーフになりました。ここで新庄監督すかさずリクエスト、このレフトからのバックホーム、いいボールが行きました。いやちょっと藤見選手がねハーフバウンドになったので後ろで取ってますんでね、このタッチか、それとも足が先に入っているかと。セーフになりました。バファローズが1点を先制。